はい、こんにちは。ということで、今日はまた電気関係をカスタムしました。この台をさらにもう一個追加しました。高いやつを。で、まあいいや。100均に行った理由はそれなんですよね。カメラ、俺の足が映っちゃうね、これね。ノーパンじゃないからね。じゃあちょっと。とこの青いのから走らせます。タンク車から。ポイント、これ一応このスイッチで電源カットできるようにしてるんですよね。突然動き出しちゃったりするから。じゃあ行きます。とりあえずこれから。俺が邪魔だな。すみません。カメラの撮る位置がもうちょっと収まりきれない。で、そうするとこの外回りに来るんです。すごい上からのアングルになって、で、また元に戻すと。これでここで一回回避できるから、ここで回避できるから、それでポイントを閉じちゃって、なおかつ電源もカットでしょ。そうすると動かないから、次は赤いのいきますか。逆になったな。赤いのはこれ、これだよな。そうだ、赤いの発信。ちょっと駅ビルっぽくていいよねこれね。また玉ちゃん対策も考えていかないとまずいんだよな。なんかちょっと電気がおかしいな。こうすると、こうするところ、やべ、ショートした。ダメだ。なんでショートしたんだろう今。あっち逆側に入ってんだ。これもショートする。あ、ショートするね。今内打ちが逆転で入っちゃってんだな。じゃあこれでまた外に持ってみます。だいぶ頭がまとまってきたんだけど。そうだ、ここで絶縁が入ってるからだんだん慣れてくるだろう。こうすると外側に来ると。じゃあ元のところに戻します。逃げようとしてる。はい、帰ってきました。はい、帰還。次、超ロング編成。超ロング編成はここにいるんですけど、あっちの廊下の一番隅まで行ってます。一応これタマちゃんガードなんですけど、タマちゃんガードつけてあるんで、あれ、これで動くはずなんだけど、
おお、逆に動こうとしてる。脱線する。さあ、超ロング編成発進。一応このロング編成車庫は15両編成ぐらいまでなら入ります。最悪は2列にして、10両編成が2台入るようにしようかな。ということで、ちょっとこの長いのは厄介なんでしまっていきます。あれ、ポイント戻すの忘れてたな。バックオーライ。バックは脱線しやすいから。やべ、こういうのはまずいんで、ドカンが。見えないから、ぶつかるまで。ぶつかった。当てて止めるみたいな。そんなとこです。内側をちょっと電流逆にしないとダメだな、これ。ちょっと後でカメラアングルを変えて内側も走れるようにしてみます。以上。